はい、皆さんこんにちは、井川直輔です。ちょっとエクセルが続いたので、今日はアクセスやろうかなというふうに思いますね。で、エクセルで散々ですね、スプリット関数を皆さんに紹介してきたんですが、ちょっとアクセスで、じゃあスプリット関数を使う場合にドギャンしてやるのかということを今日ご紹介したいというふうに思います。で、忘れがちなね、ユーザー定義関数を使って、簡単にやろうということをちょっとご紹介していきたいというふうに思います。これよく実務で出てきますよね。Excel の、関数でやるんだったら、find 関数を使うとか、クエリでやるんだったら、アクセスのクエリでやるんだったら、インストリング関数とかを使うっていうのをやると思うんですが、皆さんが、僕の動画を見てくださってるのであればですね、特定のもので区切られたものをスプリット関数は配列で返すんだっていうことが、もうご理解いただけたんじゃないかなというふうに思いますね。で、今回の問題は、氏名を姓と名に分け、分割ということをしたいというふうに思います。井川直輔が井川と直輔にこう分かれるということですね。はい、じゃあ今回の、必要な知識って何かっていうと、スプリット関数を使います。それから NZ 関数を使います。 NZ 関数っていうのは空白をゼロで返す関数ですね。Excel には確かない関数だというふうに思いますね。はい、それからユーザー定義関数の作り方、これは、何度か皆さんにご紹介をしているというふうに思います。それから U ブロンド、まあ、配列の、ね、長さね、初期値と 最大値を求める、まあ、U ブロンドは最大値を求める関数になりますね。 それから、VB テキストコンパーというものを使います。これ何かというとですね、規定は、VB バイナリコンパーというふうになってまして、小文字と大文字小文字半角と全角ひらがなカタカナを区別するものが規定になってるんですが、この VB テキストコンパーというのは、区別しません。はい、あと、ゆくゆく、なぜこれを使っているのかというのがわかります。で、ネーム変換という関数を作成します。で、ファンクションネーム変換の、スターアズバリアント、N アズロング、アズストリングというふうにしています。これが関数の、ね、ここが関数の、ネーム変換の関数の中身になりますね。はい。で、スタースバリアントというふうにしてまして、今回のポイントはこの変数をあえてバリアント型にしていますということですね。はい、アクセスの VBA を使っている方で、よく経験があるエラーっていうのが、ヌルの使い方が不正ですというエラーが出てくる場合があります。はい、なぜかというとですね、このストリング型の欠点というのはヌル値を受け取れないんですよ。だから、何でもかんでもね、バリアントにするのも良くないですけど、そういう場合はこれもね、僕本当に悩んだんですね、使ってる時に。何回も何回もやってもヌルの使い方が不正です、不正ですっていう風にして、なぜできないんだろうっていう風に考えてて、結局ストリング型っていう変数はヌルを受け取れないということが分かって、バリアントに変えることによってすぐさまね、スポーンとそのエラーが出てこなくなったので、あ、なんだこんなことだったのかとね、こんなことだったのかと、だから何て言うんですかね、自分でエラーの内容が特定できて、こうやる分にはこう何時間かかけてもね、VBA の学習っていうのは意味があると思うんですけど、何て言うの、要は例えば、まあ、今ね、ちょっと教科書の中身は変わってるかもしれませんが、僕らの時代っていうのは、鎌倉幕府はいい国作ろう1192年だったじゃないですか。で、これを知らない人が3日考えたって答えは出てこないですからね。うん、1192年っていうことがわからなければと、そんでそれは聞けばすぐわかることなので、そこにかける時間はすごい無駄なんだなっていうふうに思います。無駄じゃないかもしれないけど、考えることに意味はあるんですけどね。はい、なので、今回はこの、スターズバリアントっていう風にして、ストリング型にあえてしてはいませんねということですね。はい、で、dim my early as バリアントで、my early spirit nz star、まあ、こういう風にスペースを全部、変換して、おいで、
引数下をスペースで分割して配列前ありに格納するということをしています。はい。で、ここをちょっと解説したいと思うんですが、はい、引数が、ね、井川直輔の場合は前ありの0が井川で、前ありの1が直輔というふうになりますね。で、今回の、前ネームの、変換は、引数で渡された文字列スターを、スペースで分割していると。で、引数で渡されたその文字列のスターはヌルの可能性があるので NZ 関数を0に変換しているというちょっと小技を使っています。で、全角半角に対応したいため VB テキストコンパーっていうもので区別しないというふうにもう一個の仕掛けを打ったということですね。はい。で、この関数を作成するにはこんな感じになります。よいしょと、引数が、引数 n が1以上の配列要素以下の時は場合は、n 番目の配列を返すということになりますね。はい。こんな感じで、できておりますということですね。でちょっと見てみましょう。はい。ちょっとすいません、アクセスのファイルを閉じてしまったもので、ここに標準モジュール1があって、ここに t データっていうのがあって、t キューブ氏名分割っていうのがありますね。で、ここには井川直輔とかずっと入ってまして、このクエリを実行するとこのように、分かれるということになりますね。はい。で、デザインビューの中で関数を 見ると名字の方が、こんな感じになっていて、名前の方がこんな感じになってますよと。まあ、こんな感じっていうのもあれなんですけどね。はい。こんな感じにしてみましたということですね。はい。で、これはですね、皆さんに、ちょっと、ご理解いただきたいのはですね、なんて言うんでしょう。名前とか都道府県とかというのは、もうこういう事態が予測されるってことがわかるんでしたら、あらかじめ別々に入れといた方が僕は絶対いいというふうに思います。うん。データベースを作成するっていうのは、まあ、何回も言いますが、設計段階が問題なので、設計でね、きちんとやることがすごい重要だというふうに思います。だから僕は、都道府県と、それから、東京都新宿区とかね、こういったものも、できるだけ分けていった方が、ゆくゆくそのデータベースを活用するっていうことを鑑みた場合には、そっちの方がいいんじゃないかなっていうような気がしますね。はい。まあ、それは皆さんのご自由なんですけれども、まあ、ゆくゆくね、こうやって半角で分けろとかって言った場合に、ファインド使うのか、インストリング関数使うのか、それともスプリット使うのかっていう風になったら、すんげえめんどくせえなっていう風に思いますね。特に、まあ、スプリット関数をいきなりこんなユーザー定義関数で作れるような人が、そんなデータベースを僕は作るわけがないと思ってるんですが、まあね、スプリット関数、Excel しか紹介しなかったので、アクセスでもこんな感じで使えますよっていうことを、やるとすごい便利だなという風に思います。うん、結局用意されている関数を組み合わせてやっていくのも全然構わないんですが、それをユーザー定義関数に変えて一文字でね、一発で変換できるっていう技が使えたらかっこいいなっていうふうにちょっと僕は思いましたね。はい。それからちょっと報告っていうわけじゃないんですけど、7月1日からサンプルファイルは値段3000円に上げてます。金儲け主義に走ったわけではないんですが、3000円にしました。で、売れるわけねえだろうっていうふうに思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際売れてるので、今後は3000でね、やっていきたいというふうに思います。うん。まあ、その方、結局法人で契約してくれたので、まあ、良かったなと。僕も売れるわけないなっていうふうにちょっと思ってたんですが、まあまあ、自信はつきましたね。はい。もう、サンプルファイルに関してはもう全然売らなくてもいいと思ってるんで、ほぼほぼデータはもう僕のホームページで公開してるので、そちらの方を読んでっていただければわかるんじゃないかなっていうふうに思いますね。それから、もう一個なんですけど、ご視聴者の方からですね、ワードプレスの、作り方を教えていただきたいっていうリクエストがありまして、これを今、ちょっとね、火曜、金曜、別枠で、皆さんに紹介をしたいなというふうに思います。金子さんという方が、確か動画かなんかでワードプレスね、すんげえ時間かけてやってるんで、僕の動画を見るよりもなんかそちらの動画を見た方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、まあ金子さんとね、同じ説明をすることは全然しなくて、僕がワードプレス、まあ一応サイト3つ運営してるんですけど、その中で苦労したこととか、これはいいよとか、あれはいいよとかっていうのも含めて皆さんに、ご紹介をしたいなというふうに思います。あ、5時になりましたね。ちょっとチャイムが鳴ってるんですけど、すいません。はい。じゃあ、次週ね、火曜日、金曜日、私と一緒に、Excel アクセスの向上のために頑張っていきましょう。そして、もう一つ、ね、ワードプレスもどうぞご覧になってください。はい。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。